どうもお世話になっております、ハムロのガンプラ製作です。ダンボール戦機より LBX アキレスを買ってきました。定価が1080円となっています。早速開封します。はい、2011年に放送されたアニメ第1期のダンボール戦機が現在コロコロチャンネルにて第4話まで配信されています。そのダンボール戦機に登場する LBX のプラモデルが1分の1スケールにて発売されています。2011年の時点でももちろん商品展開はされていて、当時のものから部分的にリニューアルされて新たに発売されたということのようです。したがって、単なる再販ということではないようです。説明書によるとランナーはさらに細かく分割できて、体の部位を示すアイコンが、ランナーのタグに表示されています。頭で使うパーツ付近に頭のアイコン、足で使うパーツの付近には足のアイコンといった感じですね。またニッパーを使わなくてもパーツが、切り出せる仕様になっています。はい、そして何のキャンペーンなのかねちょっとわからないんですが、ダンボール戦機のプラモデルを購入したら、ダンボール戦機のステッカーホイールシールを2枚、くれました。はい、ということで早速組み立てていきます。申し訳ないんですがね、過去のキットを組み立てたことがないので、どの程度新しくなっているのかはわからないんですが、頭部は新規パーツにより色再現が向上、シールではなくパーツによる成型色で色分けを強化、新たな手工パーツを追加、リブパーツの形状変更により丸い棒状パーツの保持力を増強、関節パーツの素材を変更し強度アップに成功。はい、ということなので、頭部の色分け、武器の保持、関節の強度などが変更点のようですね。ということで、初めて組み立てるシリーズでもありますので、ダンボール戦機の過去の、プラモデルの展開について簡単な解説を読み上げてみようと思います。ダンボール戦機はレベル5からプレイステーションポータブル用ソフトとして発売されたプラモクラフト RPG、 またこれを原作にしたアニメ、プラモデル、漫画、カードゲームなどのメディアミックス作品。初代 PSP 版ゲームソフトにバンダイ製のプラモデルが同梱されていたほか、バンダイからは LBX のプラモデルが劇中同様の1分の1スケールで商品展開されている。共通の専用ポリキャップを使用しており、全身約16箇所が自由に稼働し、カラーリングは多色成型ランナーとシールによって再現している。それぞれのランナーには組み立て箇所を示すアイコンがついており、作る前にランナーを切り出すことで簡単に組み立てられるような工夫がされている。説明書には藤井秀明の漫画が掲載され、ゲームに使用可能な武器のパスワードが掲載されている。またランナーのタグとシールによってダイスを作成し、箱底面に印刷されたバトルフィールドを使うことでカスタムダイスバトルが可能となっている。別売りのオプションとしてウェポンセットや機体ごとのステッカー、必殺ファンクションを再現したエフェクトセットなども発売されている。さらにパーツ数が細かくなり、コアスケルトンも再現されたハイパーファンクションや、簡単な構造で組み立てやすいカスタムグレード、完成済みの Z モード、食玩やカプセルトイフィギュアも発売されている。2011年11月末時点で累計250万個を超える売り上げであり、これはガンプラ以外では久々の大ヒットシリーズだという。日経トレンディの2011年ヒット商品ベスト30にも13位にノミネートされた。バンダイナムコグループの国内トイホビー事業のキャラクター別売り上げでは、ダンボール戦機プロジェクトが実質的に始まった初年度、過去2012年3月期から年額36億円となっており、バンダイナムコグループにおいてトップ10に入るキャラクター資産へと急成長した。
多くのメディアミックス企画はアニメが終了した2013年末に終了を迎えたが、月刊ホビージャパン掲載の公式外伝とそれを元にしたプラモデル商品は2015年まで展開が続けられた。2018年からの装甲娘でもプラモデルが展開されることが予告されているが、そちらはバンダイではなくことぶき屋から展開されることが発表されている。2019年3月16日より YouTube のコロコロチャンネルにてアニメが配信されることになり、連動して4月よりプラモデルの再販が行われることが発表された。再販に際して PSP 版に同梱されていた AX00 が一般販売されることも発表された。はい、ということですね。ランナーのタグでダイスを作る、箱底面にバトルフィールドが印刷されているという仕様はあくまで過去のキットのことですので、今回のキットには存在しません。ただし、ダイスのパーツの名残は今回のキットのランナーにあるみたいですね。説明にもありましたが、かなり人気のシリーズで、過去に発売されたプラモは今現在かなり高い値段がついているものもあるようです。今回一部のアイテムがリニューアルされて、来月以降も数アイテム商品展開されるようですが、まあ、今回含めどれぐらい売れるかで以後のね商品展開も左右されるんだろうなとは思います。はい、ということでね、組み立ての方は完了しています。成型色レベルでもある程度色分けはできていますが、細かな部分はシールで補う形になります。こちらがアキレスランスです。こちらがアキレスシールドです。マントは紙製になっていて、説明書から切り出して首のジョイントに、通す仕様となっています。ハンドパーツは左右の武器の持ち手を兼ねた握り手になります。丸型のグリップ、また角型のグリップを握るように、それぞれ2種類の手の甲が付属しています。過去のキットのものと思われる頭部が余剰パーツとして残ります。ボディの内部ですが、コアメモリが再現されています。もちろん着脱も可能です。はい、可動ですね。首や腰は1回転します。肩、上腕の付け根、手首はそれぞれ1回転します。肘関節は引き出すことで90度ほど曲げることができます。スカート部はある程度可動します。股関節は横方向はそこまで大きく開脚できません。縦方向は大きく開脚が可能です。大腿部は別パーツ化されていますが、回転軸はありません。膝関節、引き出すことで90度ほど曲げることができます。足首は1回転します。柔軟に動くので地面の接地性も、かなり高いですね。組み立ててすぐということもあるのかもしれませんが、武器の保持や姿勢の維持に関しては特別難があるようには感じませんでした。ただしショルダーアーマーやスカート部分の装甲がやや外れやすいというのと、股関節もまた外れやすいかなという印象です。はい、合わせ目ですが、トサカ部分、頭部のサイド、胴体のサイド、またショルダーアーマーに前腕部分、その他の場所に関してはモールド化されているようです。はい、ということでダンボール戦記より LBX アキレスの、組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。